レアルの新スタジアムがやばい。レアルは1000億円以上かけてベルナベオを改装。そこで初めて試合が行われた。新設されたスタジアムは美しく、超ハイテク技術を搭載している。日本は東京オリンピックでこれを作る予定を立て、結局作られたのはこれだった。しかしマドリーの新スタジアムの外観は本当に美しい。メタルで覆われたスタジアムは、モニターの役割も果たしている。下から光を当てることで、画像や動画を映すことが可能。さらに、スタジアム内にある5つのレストランからは、ピッチを見下ろすことができる。そしてベルナベウに2つの大きな変更があった。これは最新のスタジアムではよく採用されているのだが、ピッチの下はグリーンハウスのような環境になっており、試合で使われる芝がある。ここで芝を完璧な状態で保存できるのだ。これで365日イベントを開催でき、年間収入が約2倍になる見込みだ。しかしスタジアムの天井はもっとすごい。巨大な2つのパネルからなる屋根は可動式で自由に開閉することが可能。新ベルナベウ初陣では屋根を閉めており、歓声がスタジアム内に響き渡っていた。ロスタイムにゴールを決めたベリンガムは、僕がプレーした中で最もうるさいスタジアムだったと語っている。